現在、ホーム封印の結界の一つに異常が起き始めています。その異常はどうやら昨日の日ではないようだ。これは現在までに何度か起きた結界異常と全く同種の兆候であり、つまり侵入者が積極的に動き出した。こそこそしねえで最初からそうやってくれりゃよかったんだ。めんどくせえ。なんだよ、黙って封印を破らせる気はないな。先輩はどうするんですか？何やってんだお前、早く来い、置いてくぞ。我々は全員で封印の守護に向かいます。玉依姫を守護者の保護のないところに置いておくわけにはいかないでしょ。お前はドーンと偉そうにしてりゃいいんだよ。俺たちが帰り口にしてやるから。
心が沈む。闇は深まり、己を包む。体の力は少しずつ抜ける。精神は現実を離れ、異界へと導かれる。世界は遠ざかる。心は沈む。闇の中に心は沈む。気を確かに。精神を破壊するタイプです。気をしっかり持ちなさい。あら、私の結界の中で平気だなんて、結構な精神力ね。覚えていただけましたの、光栄ですわ。ゆっくりと相手をしてあげたいところだけど、あいにくこれから用事があるの。ごきげんよう。よろしく。怪我はありませんね。これから封印の地に戻ります。それでは行きましょう。
仕掛けてきたのは向こうなんだからな。私のことを聞いているのか。そうだな、紹介しておく必要はあるか。長髪の者がアイ、こっちの鎌の男がツバイ、マグスだ。以後よろしく頼もうかね。この木の根の上でぼんやりしているのヒーロそして私がモナド、セフィロトの化身、ロゴスのすべて、アリア・ローゼンブルグだ。お前たちから我が手中に収めるべきものを奪いに来た。ふざけやがって。ガキの遊びなんかに付き合ってられるか。
押しのやつが相手だとやりやすいな。嬉しいことでもあるのか。わからないのか。あやつらはただ試しているだけだ。見せてやれ。預かりし者の力。心配しなくてもいい。これで終わりだ。大切なものを失うのは辛いからな。
5つの封印の調和は崩れ、安定は崩壊した。これでお前たちでも父に宝具を手に入れることができる。帰るぞ。させるか。なあ、僕。いや、いやいや、いい知らせだよ。ああ、報告通りだったな。ついに動き出した。ん？違う違う、ロゴスの方だ。揃いも揃って陰で名を馳せた精鋭たちを連れてるみたいだな。アイ、ツバイ、フィーア、ドライってのはちょっとわからんな。なあ、あとな、驚いたことにモナドがそれを率いている。そうだよ、あの聖女だ。一にして十なるもの、初めて生で見た。なあ、そうだな、噂の五人目はどうしたんだろうな。まあとにかく予想はほとんど当たったみたいだな。玉よりサイドとの力の差が開きすぎている気がしてはいるんだが。
いよ。じゃあいつものせんべいよろしく頼むわ。そうそう、あの駅前の角から3軒目。そう、そこそこ。じゃあよろしく。さて、状況は動き出したな。これからどう動くかが鍵になってくるんだろうね。風情だね。あの、今日は朝食は？
ババ様が放課後家に寄るようにと、そう皆さんにお伝えできますでしょうか。行ってらっしゃいませ。なんでお前が謝るんだ、バカ。倦怠期なの？それともそういうプレイ？まさか認知しなかったんじゃ。本当に困ったことがあったら何でも言ってよ。できるだけ力になるから。そうそう、そうだよ。そうやって笑ってる顔が可愛いんだから。
ここにいちゃ悪いかよ。俺がどうしようと俺の勝手だろ。女の心配を無下にするようじゃ男は終わりじゃねえのなあ、たくま。食べるといい。腹に何か入れておいた方が前向きになれる。お弁当忘れちゃったんですか？この間は分けてもらいましたから、今度は僕が。うん。じゃあ、俺のもやるよ。その態度。やる。ちょっと言い過ぎた。悪かった。謝る。授業をサボってる時に買ったやつだから、まだ暖かいと思う。ついでに2個買っただけだ。
例によって例のごとくまた女どもに追いかけ回されてんじゃねえの。皆さん、お揃いですね。スグルさんのお屋敷へ。どうしてそんなに驚いた顔をされているのですか。これから大見さんのところに。はい、電話で連絡をさせていただいたのですが、ここまで来ましたからついでにと。
顔の今日でもう単独行動ってのはないんじゃねえか。どういう頭の構造してればそういう思考ができるんだよ。おや、こんなところでお会いするとは。どうしたんです？どうしてここに？そうでしたか。私もこれからあなたの家に行くところだったんです。ああ、ここですか。代々続く旧家ですから。話しましょうか。普段は主にショーをやっていますね。ショーで生活をしているわけじゃないんですよ。そうですね。株や不動産の売買が主な収入源ですか。いわゆる個人投資家というやつです。少しイメージと違いますか？